笹谷インターチェンジは、宮城県柴田郡川崎町今宿にある、山形自動車道のインターチェンジである。西に、宮城、山形県境の笹谷峠を控えた川崎町笹谷、地区近くに存在する。峠を貫く笹谷トンネルは、もともと狭く曲がりくねった峠道の国道286号を、迂回する、一般有料道路として作られた経緯から、 山形道に編入された現在でも支え IC から山形県側の関沢インターチェンジの間は料金が別計算扱いとなっている IC 東側に山形自動車道をまたいで宮城座王セントメリースキー場があるためゲレンデが一望できスキースノーボードを行うためのアクセスに便利であるまた宿泊施設として付近にルポポ川崎市の湯もある AB 笹谷トンネルの通行量について、山形県、2017年1月2日へ連覧。ABCDE、山形県の高速道路、2017年1月2日へ連覧。一般国道286号笹谷トンネルについて、2017年1月2日へ連覧。当インターチェンジ接続部分から山形側の区間は、 関沢インターチェンジまで、冬季閉鎖区間となっている。ありがとうございます。